はい、こんにちは。来年2020年にちなんだ2020を使った問題を考えてみたんですけども、まあ、考えたといっても、毎日いろんな入試問題解いてるんで、その中からちょっといろんなところかいつまんでアレンジしただけなんで、まあ、完全オリジナルというには忍びないですが、まあ、考えてみてくださいと。で、問題作るときに、素因数分解みたく、作る側が好き勝手な素数ちょっとデカめの掛け算して相手に渡したら、受け取った方もそれはもう超大変。まあ、それが今の暗号の仕組みですけども、そんなんじゃ、まあ、作る側は簡単だけど、解くのはきっかけがないっていうのじゃいけないと思ったんですが、まあ、これは一応なんとか解くきっかけは、まあ、唯一あるとしたら、ルート2020って一体いくつぐらいかなぐらいは考えてほしいかな、というふうに考えてくれるんじゃないかと思って、まあ、大丈夫かなと思って出したんですけども、まあ、ルート2020がそもそもいくつぐらいかっていうのを考えると、だんだん見えてくるかなと思います。ルート2020って、2020ってのは、4で割れて、4×5×101 なんで、2ルート5ルート101ですよね。おそらくルート5ってのは富士山 2.2 ぐらい。で、101ってのはまあ約110なんで、おそらく 4.4×10 だから、だいたい44ぐらいと。おそらく44、なんか近いのねって、この2つの数。じゃあ、実際にルート2020が、どれぐらいの数かをちゃんと決定するには、44×44 じゃ届かないのはまあ、わかるんですけど、まあ一応やると四四十六、16×2=32だから1936。まあ、足んないですけど、じゃあ1個増えて45になると、45×45 は552546、40ですね。4520が2個。そう、2025だから、やっぱりじゃあ、ルート2020っていうのは44よりはでかくて45よりはちっちゃいと。44点何とかの数だったら一応わかると。そしたらこの数がいかにもわざとらしく見えてくる。で、じゃあ、これっていうのはもちろん、45たす44点から89点何とかの数を2020乗したら、それはもうとてつもなくでかい数ですと。で、じゃあ、もちろんだから下2桁だけでいいですよと。でもまあ、この数っていうのは単に2020乗すると、小数点の数になりますと。じゃあどうしたらいいかなって考えたときに、共約の数っていうんですか ?45 引くルート2020は、これは、ルート2020が 44. 点何とかだから、だいたい 0. 何とかですと。1未満ですと。そうすると1未満の数もこっちも、じゃあ同じように2020乗したらどうなるかっていうと、これはもうほぼゴミのようにちっちゃい数です。ゴミといっても少しあるんで。で、ところで今までいろんな、こんなような似たような問題経験してませんかっていうと、これの2020乗とこれの2020乗。数はわかんないけど、整数になるっていうのは経験上知ってますよねと。っていうことを考えると、じゃあ、ここで、アルファを45たすルート2020。ベータを45引くルート2020ってやると、アルファの n 乗とベータの n 乗は確か整数になったよなと。じゃあこれを an としたときに、an に関する全化式、これも確か三項完全化式できるなっていうのは、なんとなくもう知ってると。じゃあ、そこから紐解いていけないかなと。考えたときに、まず、アルファとベータというのは足したらいい数ですと。アルファプラスベータ足せば、ルートが消えて90ですと。で、かけてもいい数ですと。かけると和と差の積なんで、45の2乗が2025。で、ルート2020の2乗はもちろんルート2020と。なんで、2025引く2020だから5ですと。そうすると、アルファベータは足して90かけて5っていう数。じゃあ、そういう数っていうのは、解と係数の関係から x²-90x+5=0 の2つの解がアルファとベータですねと。2つの解がアルファとベータと。じゃあ、この an に関する三項完全化式作るのに、私今までずっと遠回りしてたんですけど、コメント欄で簡単な方法を指摘してくださった方がいて、もうそんなのすぐ取り入れちゃうと。このアルファベータっていうのは、この二次方程式の解なんだから、もう極めて当たり前のこととして、アルファを代入しても成立します。なんせ、この方程式の解なんだから。
5、もちろんベータも成り立ちます。で、ここで、アルファの N 乗、まあ、アルファ、まあ、0じゃないので、まあ、0でもいいのかな、まあ、いいや。まあ、0じゃないで安心して、アルファの N 乗、両辺にかけられると。そうすると、アルファの N 足す2乗、引く、90アルファの N 足す1乗、足す5、早まった、これなし。5アルファの N 乗が0と。で、ベータに関しても全く同じことが言えて、アルファの、あ、ベータ、ベータ。ベータの N 足す1乗足す5ベータの N 乗と、が0と。そうするとこれを上下にドカンと出せば、これは AN 足す2。で、これはマイナス90で含ってやって、AN 足す1と。足す 5AN っていう三交換全化式できましたと。AN 足す2は 90AN 足す1引く 5AN と。じゃあ、あとはこれを、下2桁だけなんで、モッド100で考えてあげればいいんで、A1 は、まずそれはもう単に α 足す β なんで90ですと。で、A2 っていうのは、これの2乗足すこれの2乗。そうすると45の2乗とが2個と2020が2個。で、真ん中のルートのついた部分はプラスマイナスで消えてくれるんで、45の2乗が2個と2020が2個。なんで、8100足す、2個しかないんだ。2025が2個だから4050足す4040なんで、まあ下2桁だけでいいんですけど、8090と。じゃあ A3 は今度はもう下2桁の合同式、モッド100。 A3 は A4A3 は A2 がこれなんで 90×90で、引く 5×A1 なんで、A1 は90。90は、90はもう、マイナス10にしてるとかいいかな。かけるマイナス10。なんで、これはもう9、0、10、100、下2桁00なんで、これはもう0ですと。合同0で、足す50と。なんで、50ですと。A3 は。じゃあ、A4 は、これ、最初の、参考ができて、最初の2項っていうのはまあ特別で、それ以降で、同じ結果が出てくれば、もうあと循環っていう感じなんで、まだもうちょっとやらなきゃダメですね。A4 は合同 90× その1個手前だから50。引く 5× もう1個手前は90。おそらくやはりこれもう00。なんで、0。で、これもやはりマイナス10だから、プラス50。これでもう、50の繰り返しになると確定したんで、結局、もうずっと50です、これ以降。押すと、A2020 も50ですと。下2桁は。じゃあ、そしたらば、A2020 っていうのは、アルファの2020乗求めたい数と、ベータの2020乗で、これは 0.、もう、ほんのちょっとの数です。と、合わせて50なんで、下2桁は。じゃあ、50引くほんのちょっとだから、下2桁は49となりますと。で、以上です。ありがとうございました。